アルタシャト、アルタシャトは、アルメニア共和国の町であり、アララト地方の首都のアラス川沿いに位置する、首都エリバンの三十キロメートル南東にある、二千十一年の国勢調査による人口は二二万千二百六十九人。アルメニア王国のアルタクシアス一世、アルサケス一世によって、紀元前百七十六年に、アルメニア王国の首都として、古代都市、アルタクサタ、 アルタハタが建設された。アルタクサタが首都だったのは、紀元前176年から紀元前77年、紀元前69年から紀元120年の二度である。1945年には、ソビエト連邦政府によって、アルタシャトの町が設立されたが、8km 南東にあったアルタクサタが名称の由来である。紀元前176年。 アルメニア王国のアルタクシアス一世、アルサケス一世が、アルタクサタ、アルタハタを建設した。京野の近くであり、アルタクサタは、歴史的なアラナト地方の中のバスタネイチェッツ群に、含まれている。古代にはこの地点でが、アラソ川に合流していた。5世紀の歴史家であるは、アルタクサタの建設について、アルタクシアス一世は、アラソ川とアフリアン川が合流する地点で旅し、 丘に登った。彼はその地を新都市の場所として選び、新都市には自身の名を授けたと書いている。アルタクサタの名称はイラン語軍に由来し、アシャはヒシュタの喜びを意味するとされることもある。古代イギリシャの歴史家であるプルタルコスとストラボンは、アルタクシアス一世はカルタゴ人のハンニバル将軍の助言に基づいてこの地を選んだというが、 現代の歴史学者によればこの説を実証する直接的な証拠は存在しない。アルタクシアス一世は要塞も建設し、さらに堀などを含む鳥でも築いた。この要塞は後にホルビラップと呼ばれるようになり、4世紀初頭にアルメニア王によってが投獄された地として注目を集ている。アルタクサタは念入りに計画されたヘレニズム都市であり、政治的、宗教的に、 アルメニア王国の中心都市となった。アルタクシアス一世はこの地で、統治機構や、徴税制度を確立し、領土を拡大させた。アルタクサタは、国会沿岸の港湾、インド、中央アジア、中国などを結ぶ、交易路沿いにあった。アルメニアの商業の中心地として繁栄し、ローマ人は、アルタクサタを、アルメニアのカルタ語と呼んだ。アルタクサタの宮廷には、劇場があり、 アルタクサタは、アルメニアで、初めて演劇が行われた場所である。紀元前53年、アルメニア王アルタウアスデス2世、在位紀元前55年紀元前34年は、パルテア王オロデス2世を招き、アルタクサタの形劇場でエウリピデスのバッコスの新女を上演させた。ティグラネス2世、地世紀元前95年紀元前55年は、 南と西の多くの領域を征服し、アルメニア王国の半島は最終的に地中海にまで達した。広大な帝国の管理体制を強化するために、ティグラネス二世はティグラノセルタを建設してアルタクサタから首都を移した。アルメニアは紀元前69年にローマのルキウスリキニウスルクルス軍による侵攻を受け、新首都ティグラノセルタ近郊で起こったティグラノセルタの戦いの 結果として首都が略奪された。ティグラネス二世の追撃によって、ローマ軍は北東に移動し、紀元前68年にはアルタクサタの戦いが起こったが、紀元前66年にはアルタクサタの和訳が結ばれた。この和訳でローマは、ペルシアのアルサキスアサ、パルティアに対する干渉地帯とするためにアルニアを友好国とみなし、ティグランが、 王の中の王という称号を保持することを認めた。紀元前60年には、アルタクサタがアルメニア王国の首都として修復されたが、紀元120年にはバガルシャパトニ首都が移された。301年にはが、キリスト教をアルメニア王国の国境とした。この地域は363年にサーサーアガーサ、ペルシアの支配下に入り、387年に、 ローマ帝国のテオドシウス一世とサーサーアン朝のシャープール一世によってアルメニアが分割された際にも、などと同様にサーサーアン朝の支配下に入っている。438年にが、サーサーアン朝の王に即位すると、ヤズデキルド二世はヒペルシア系の住民にもゾロアスター教王を教養し、アルメニア人はこれに抵抗した。四十七年にはアルメニアのナラハル、 貴族と聖職者がアルタクサタに集結して、アルタクサタ教会会議を開き、サーサーアン・アサへの忠誠と、アルメニア教会への忠誠を述べる声明を、ヤズデキルド二世にそうた。451年には、サーサーアン・アサとの間でが起こり、この戦いの犠牲者は、アルメニア教会の殉教者とされた。アルメニア軍は全滅したが、新たなペルシア王はアルメニアに対して、 より寛大な政策を取るうになり、信仰の自由などが認められた。サーサーアン・アサの支配下でドビンとアルタクサタは国際的な公易中心地となり、562年の和平協定に基づいてアルタシャトには税関が設置されている。インドからは香辛料やハーブなどが持ち込まれ、サーサーアン・アサ、アルメニアからは比較製品や染料などが送り出された。 サーサーン朝、アルメニアに入ってきた交易品はアルタクサタヤを経由してビザンツ領アルメニアにも運ばれた。古代都市アルタクサタの正確な位置は1920年代に特定された。上ゴマール村、下ゴマール村、ノルブスル村の三つの村を合併させた都市コミュニティとして1945年にはソビエト連邦政府によってアルタシャトが設立された。 今日の町から8キロメートル北西に位置する古代都市、アルタクサタが名称の由来である。ソ連時代には食品加工や建材製造などの分野で徐々に産業中心地として成長した。1970年代初頭にアルタクサタの考古学的発掘調査が始まった。1820年代のロシアペルシャ戦争後、ガージャールアサペルシアの矢から 多くの住民がアルメニアに移住している。今日のアルタシャトの住民の大半はアルメニア民族であり、彼らはアルメニア教会に通っている。アルタシャトはに属しており、ノバーシャードクショーオン大司教がいるシュザはエレバンにある。2015年5月31日には新たなセルピ・ホーバナス教会が捧げられた。アルメニア民族以外にはアッシリア人の小規模なコミュニティがある。 1995年にアルメニア共和国が制定した領土の管理に関する新法でアルタシャとは新ラダに設立されたアララト地方の首都となった。アルメニア共和国の首都エレバンなどもあるの南東部にあり、アルメニア共和国とトルコの自然的国境となっているアラス川の 3.5km 東に位置する。標高は約 830m である。 東側や南側はユノス山脈の山々に囲まれており、東にはゲゲム山地、ダナック山地、マシコター山地が、南にはアーツ山地がある。アルタ社とは極度に乾燥した気候である。今日のアルタ社とは、ノーベツルー地区、ケントロン地区、ゴマール地区、南西地区の4地区に分けられており、自治体人口の約半数は南西地区に居住している。 アルタシャトの自治体の北にはマルゴボンが、東にはバスタン、南にはシャフミンの町がある。アルメニアはソ連から独立した後の1990年代に深刻な経済危機に直面した。アルタシャトにある多くの企業は、この困難な状況を克服し、国内、国外市場向けの製品の製造を開始した。アルタシャトにはいくつかの巨大な工場があり、 それらの工場では主に食品加工や、建材の製造が行われている。アーフドアーターシャットキャンディー社は、アルメニアの大手食品加工業者の一つである。アーターシャットビンコン社はワインを生産している。イザパネル社は、サンドイッチパネルの製造に特化した企業である。建材や繊維製品を製造する小規模な工場がある。さらにはいくつかの巨大建設企業がある。 アルタシャトは M-2 号線沿いにある。M-2 号線は首都エレバンとアルメニア南部を結んでおり、さらにはアルメニアイコールイラン国境に達している。エレバンイコールな七番イコールバクーを結んでいる線路があり、アルメニアの首都エレバンから来た線路はアルタシャトを通ってアゼルバイジャンの飛び地な七番自治共和国に向かうが、アルメニアイコールアゼルバイジャン国境で、 線路は封鎖されている。この線路はナヒチェバンからイランのタブリーズまで繋がっている。2016年時点でアルタシャトには6の公立学校、7の幼稚園、1の音楽学校、1の美術学校、2のスポーツ学校がある。1956年に開校した音楽学校にはアレクサンドル・メリック・パシャジャブの名前が冠されている。アルタシャトにはローカルテレビ局があり、 また何カミカのローカル誌がある。アルタシャトには、文化宮殿、シャルル・アズナブールの名前が冠された芸術センター、アモ・カージーズ・アンの名前が冠された劇場、オハン・チュバリアンの名前が冠された1948年設立の図書館がある。2004年には、中心部にアミューズメントパークが完成し、公共の祭礼、コンサート、夜間のミュージカルなどに使用されている。 中心部にはアルメニア王国のアルタクシアス一世の記念碑が立っている。アルメニア文字の発明405から406年から1600年を記念するイベントの中でアルメニア国内外のアルメニア人彫刻家がアルタシャと中心部に多くの記念碑を制作した。1960年にはが完成し、サッカーや陸上競技など数多くの大会が開催されている。 毎年開催されるアルメニア陸上選手権ではこのスタジアムが頻繁に使用される。1982年にはサッカークラブのオリンピア・アルタ社と京野が設立され市内唯一のサッカークラブだった。1992年に初開催された二部総統、では4位となり翌年には2位となった。1996から97シーズンには ファーストリーグで1位となって、アルメニアプレミアリーグに昇格。プレミアリーグでは3シーズンで9位、7位、8位となったが、1999シーズン後、財政難によって、プロクラブとしては解散した。アルタジャトは2003年に、フランスのクラマールと、姉妹都市提携を行った。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。